本日もですね、もう盛り上がってますね、ノスタルジック2デイズ2日目ということですけれども、ここからのステージはですね、私も出演させていただいております、東京 MX テレビで放送中の番組テリー土屋の車の話をですね、この会場、このステージからですね、特別編として公開収録でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではね、早速お呼びしましょう。テリー伊藤さんです。よろしくお願いします。テリーさん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。テリー伊藤です。よろしくお願いします。でもね、土屋さんがいないんですよ。もうね、土屋さんもね、適当男です。多分ね、飲んでます。また六本木でね。そう、鈴木あぐりさんと六本木で、はい、朝まで飲んで、ずっと飲んで、ね、あ、やっぱりね、そういう男なんですよ。いや、まあそうかもしれませんね。はい、ということでですね、2人でやりましょう。そうなんです。2人で進行するんですけどね、今日のこれはあれですよね、3月の31日に皆さんね、はい、あのテレビで放送しますので、はい、テレビでね、放送されますので、31日の日曜日ですね。お願いします。はい、ではですね、そんな土屋さん不在の中、強い味方をお呼びしたいと思います。はい、ノスタルジックヒーロー編集長、栗沢さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。栗沢さん。じゃあちょっと座りましょうかね、そろったんでね。まあ、じゃあまずね、栗沢さんにこのイベントがどういったイベントなのかっていうのをちょっと番組をご覧の方は、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、はい、ご紹介していただけますか。はい、名前はですね、ノスタルジック2 days、まあ、英語から言うとね、2 day が本当は正しいんですけども、ちょっと日本的な感じで2 days とさせてもらってます。昨日、今日ってことですね。そうです、はい、2日間やってます。これが、16年前から始まってます。16年、はい、で15回目なんです。1回だけコロナでね、中止になった年があるんです。そうでしたね。そうなんですよ。うんうん、で、最初は、元々はトレードショーです。つまり、そうなんです、そうなんです。だから、言ってみれば、昔はね、やっぱのすひろのイベントなので、箱スカセットばっかりだったんですけど、北海道の箱スカと、例えば九州の箱スカを、横浜で比べて並べて値段とか、ね、内容とか見てもらって買ってもらうっていう、そういったイベントから始まってます。で、どんどん変わってきてるんですね。そうなんです。だいたい3回目ぐらいから、ステージコンテンツをこう増やしたりとか、今朝皆さん見たと思うんですけど、あの総合入場とか、あれも3回目から実は始まってるんですけど、はい、そういったちょっと、なんですか、エンターテインメント的な内容を盛り込んでるんです。2 days をちょっと大きくしてきて、実際にはあの、買う人だけじゃなくて、来てもらっても楽しめるようなイベントに。なるほどね。あれですよね、まあ、僕らのノスタルジックっていうと、はい、どうしてもこれ60年代の曲だったんですけども、うん、それこそまあ70年代、80年代、90年代、そうです、ね、これ辺もね、そうですよね、まあ、これファッションと一緒のような気がするんですよ。そうかもしれないですね。ヴィンテージっていう言葉でしょ、はい、うん、今もうネオヴィンテージだったから、はい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 、90年代のね、うん、もうそれこそ古着なんかも、それこそあの今の若い人にとってはすごく新鮮だったもんですね。確かに、確かに。あとね、だから時代によってね、どんどん変わってきてますよね。だからいわゆるうちに行ったら、ノスタルジックヒーローの他に80ヒーローっていう雑誌があって、はいはい、そっちも私編集長やってるんですけども、そうですよね、はい、うん、その区切りが80年、うん、だから昔はやっぱノスタルジックな車っていうと80年以前の車だったんですけど、はいはい、まあ、会場見ても分かる通り、実は80年以降の車の方が多くなりました。そうですよね、はい、80年ってことは80年代の80ヒーローに入るんでしょ。 そしたらもう完全に80年代以降が多い感じですよね。多いですね。 A86 とか、うん、あ、DR30、はい、でさっき言ったね、アルシオネなんかも、うん、まあ、まだその辺の方は実際の買うということになると、うん、そんなに値段が上がってないから買いやすいって現実もありますよね。確かに。すいませんね、多分値段上げたのこのイベントのせいなんですよ。そうなの。ひどいことやってる。ひどいことやってますね。ひどいことね。これってそれ時計もそうでしょ。はいはい。ちょっと前までロレックスとか、うん、で、そこで40倍ぐらいで買えてるのがあっという間に200万、300万。確かに。だからそれは高い車買うのもいいんですけども、うん、意外となんかね、狙い物をそこと雑誌を読んでね、うん、なんかチェックとかですね、はい、買ってもらえると
いいなと。それで末永く持ってると、そうですね、なんかリセールバリューもいいなっていう感じはしますからね。だから時計もそうだし、今なんか車の方が人よりも長生きしますから、100年前の車でも、直して大事に乗って次の世代で受け継ぐっていう、いいですね、そういう文化になってきた感じがして。そうすると若い人結構多いですよね。そう、増えましたね。若い人が、ということは20代、30代ぐらいの方がブレイクを乗ってくれるってものすごく嬉しいですよね。そうなんですよ、本当にね、あれ本当にさっきも K さんと言ってたけど、ね、本当に息子世代が、いや、本当ですよ、嬉しい、嬉しい、だんだんと、それこそ86がね、新しい86もありますけど、あの新しい86と AA86 とどっちを買うか悩むっていう若者がいるぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。うなずいてくれて嬉しいですね。でもね、本当にあの魅力いっぱいのね、車たちがたくさんずらりとおりますので、はい、その中からですね、今日はちょっとね、ゲストでお伺い、はい、お呼びしている方々がいらっしゃいますので、はい、ちょっとその方々をお呼びしたいと思いますので、はい、上澤さんはじゃあ一旦ここで、交代ですね。はい、交代でよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この後も、楽しんでいてください。よろしくお願いします。はい、栗澤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。